よく知りもしないのに決めつけるのは良くないことでしょ。だから浅井君のことはよく知るまでは嫌いになんかならないよ。してくれるの？なんか緊張するな。持っていかなきゃいけないものとかある？メモとか。するんだね。公園でブランコとかかな。変かな。砂場でお城作ったりもするよ。たまにするよ。日記帳はいくら買ってもすぐなくなるし。浅井君は何か趣味とかないの？は？どういう遊び？私ビジュアル系大好きだよ。クラシック？へえ、いいこと聞いちゃった。いいからいいから。特に誰が好きなの？英語がついてたから誰かと思った。なんだか浅井君の楽しそうな顔を初めて見たような気がして。あ、ごめん、変なこと言って。でも今日は浅井君の意外な一面を見れて嬉しいな。楽しいな。CD 貸してもらってもいいかな？
楽しみにしてるんだね。なら、また明日一緒に買い物しない？日が暮れるのが早いでしょ。明日はもうちょっと遅くまで遊べると思うから。私紅茶頼んだから950円だね。不思議だな。本当にいいんだよ、50円くらい。あ、また明日ね。もうとぼけないでよ。CD 買いに来るんでしょ。私も日記買うから、ちょっと付き合ってくれると嬉しいな。知れないのかな。浅井くんの電話ってなんだかいっつも鳴っているイメージがあるよ。そう？それじゃ